今回からレールロードのクエストを進める。ディーコン？変装とか？これはウェイストランド人だ。これは俺のゴミ山だ。クソ野郎。みんな連れてきつってる。隠密する気がないわ。せっかく変装したディーコンには申し訳ない。顔は交換しなかった。それじゃここに来た理由を。衣装を変えてタバコも加えたぞ。クロスシリーズレールロードバージョンだね。プロトタイプを見つけましょう。あなたがいればきっとうまくいく。このメンバーならいけるよ。ほとんど全勢力だわ。向こうにしよう。カラクリ袋に何があるか見てみよう。このリロードいいね。ダメージはあまりないけど。戦闘は仲間たちに任せよう。君のやり方なんだな。こいつらうるさいわ。なんかめちゃくちゃ喋るんだよね、レールロードの人たち。キャリントン、インスティチュートガウスライフル持ってるわ。何でも嫌な友には USS のブロードサイダーを持たせた。ファムは近接壊れちゃう。うわ、あれガトリングレーザーじゃん。強化されているインスティチュート。いやいやいや、無理無理無理。キモいキモいキモい。実際のゴキブリって噛むのかわ。想像したくない。交差を止めることはできなかったが、何人かの命を救ったかもしれない。よくやったぞ、フローリー。それでやめると思う、ディーコン、よこよこ。ディーコンが一番うかつだわ。キャリントン追よ。この矢が転がって当たりゃしない。なかなか泣かず。この窓すっかすかちゃん、綺麗かと思ったらガラスがなかったでござる。失敗さえしなければ我々はまだ勝てる。そうだった、人造人間には冷却クラスターがあったか。治療を希望するな。爆弾一発で静かになったわ。固まるとダメだね。どこに行った？
このままじゃきついか？スティム以外は戦闘解除されないと使えないよ。一回引き返して体勢を整えよう。なんとか逃げ切れたわん。意外と難しいなこのクエスト。さよなら第一世代。敵はあいつステルスボーイなしで透明に。それはもうコーサーより強いわん。ついにブレイクスルーをしたか。なんで第二世代でやってるんだか。ステルス攻撃は失敗だ。シンブー今すぐシャットダウン。カラクリ袋に何があるか見てみよう。治療を希望するなら彼らを近づけないでくれ。よしアクチュエータにダメージ。死は避けられない。やった、やったよ。好戦的すぎるよパム。見つけ出してください。それでやめると。ちょっとガウスと大砲は強すぎるかも。頭動かす方が強くなっちゃってる。上等だ。やったよ。デリバラーまあ悪くはないかな。レジェンダリの効果としては当たりだね。ついでにこのメンバーで防衛行ってみようか。スパミは皆殺しだわ。キャラバンガードとワーウィックが戦ってるけどどしたん？
それって終わらないと高いなんじゃない？原因はこいつらだったみたい。なぜかプロテクトのついてない二人。かわいそうだわん。やった、ガトリングレーザー直せる。戦闘の幅が広がるね。すべて本当で、それ以上のこともしたわ。100体か。すごい。信じられない。ほらね、言った通りだろう。プロトタイプを手に入れるには、グローリーを含めたチームをディーコンがまとめる必要があると思ってたわ。その通りだったね。たった二人でスイッチボード全体を一掃した。彼女は組織に必要な人間だ、デズデモーナ。ディーコンに認められたようね。彼がここまで誰かのために好意的な話をしたり嘘をついたのは初めてよ。レールロードへようこそ、エージェント。フィクサーがいい。似合っていると思う。最初の正式な指令はドクター・キャリントンにプロトタイプを届けて役に立つかどうか確認すること。でもその前に他のメンバーに紹介するわ。本部のグローリー。おい君、ところでスイッチボードは悪いやつだらけで地雷まであったってのは本当？見たよね、一緒に。茶番みたいになってるわ。また嘘をついているのか。そんな感じよ。厄介だな。古い本部に一体どうやって入ったんだい？まさかディーコンのいつものやり口で幽霊みたいに壁でもすり抜けたのか。銃弾をばらまいてたくさんの血を見たわ。ま、血の方は自分のじゃなかったけど。心臓人間相手に自分の血じゃないって、つまり仲間の血だよね。ただのろくでなしだわ。にあったからこそ私たちはクソみたいな仕事をこなせるタフなやつが必要になったんだよ。ありがとう。どういたしまして。グローリーって呼ばれてる死の天使、解放された人造人間のクソったれのシンボルさ。いい名前じゃない。死の天使って呼んでもいいよ。君は人々を助けてくれている。だから助言しよう。何でも屋のトムにはオベッカを使っておいた方がいいぞ。あいつはイカれているが物知りだからな。今度はストックトンのクエストだ。デリバラーは冷却弾にしたんだね。何が言いたいのか、わかる。からくり袋に何があるか見てみろ。それでやめると思うのかい。素晴らしい。勝った。スーパーミュータントの時代だ。おお、素晴らしい銃撃戦だね。やったよ。ここ待ち合わせ場所にしては危ないんだよな。まあ安全な場所も少ないし多少はね。なんだい。もうなんで横にスパムいんのよ。スパム強。さすがアサルトロンモデル。すげえとこから撃ってきてんな。ただの迷惑だ。隠れられ。
なんでもないよ。友達にも伝えとけ。もしんだよ。今週中ずっとここにいる。じいさん、よくこんな中来れたの。実は一番ステルスがうまいまである。アドレナインが、わっ素晴らしい、実に素晴らしい。君のやり方なんだな。残りはどこだ？素晴らしい、実にすごい。アドレナインが、わっ。はじめまして、H2。私に会うことを喜んでいる者が他にもいる。これに慣れるには時間がかかりそう。私が話したことを忘れるな、H2。H2、合図を灯す。トゥーだわん。レーダーたちが俺の後ろにいる。悪いが、もう少し力を貸してくれ。数が増えても何も問題ないわ。頼りない顔してんな。頼りになる。こいつは。あ、H2か。危うく撃つとこだった。素晴らしい。そっちから来るんかい。もっと近づこう。素晴らしい、実に素晴らしい。このルートやめた方がいいんじゃないかな。挟み撃ちすぎるわん。また来るか、しつこいなスパニーも。いや、あいつには手を出さず逃げた方が。大物がいて、調子に乗ってるわん。この人数なら勝てそうだね。いい感じにばらけて戦ってるわん。ついた。君みたいなエージェントにとってはいつもの仕事だろ。業務の一部のつもり。グローリーより君の方を好きになりそうだ。食べ物や弾薬、もしくは仮眠を取りたくなったらエレベーターに乗ってタイコンに来てくれ。隠れ家は好きに使っていい。とりあえず今は H2 の面倒を見ないと。それじゃ。キャリントン、H222 の問題は満足いく形で解決されたようだ。連れてったら報告楽だな。これ意外な利点が。スイッチボードを失って以降、2つの隠れ家を除く全ての運命を見届けてきた。君にオーガスタを調べてほしい。分かったわ。詳細は受け渡し場所に行けば分かる。